はい、今回の動画はですね、コロナウイルスで、ケンさんがね、亡くなった、昨日の夜ね、11時頃亡くなったっていうことで、ご冥福をお祈りするとこなんですけど、やっぱりね、高齢者は、感染して、で、重症化しやすいわけよ。ね？で、まあ、その収束の鍵を握っているのは、若者だってね、言われているんですけど、で、まあね、この動画ね、メインチャンネルでちょっと正直言うことはないんですけど、まあ、ちょっとね、あまりにもメインチャンネルがね、ちょっと、あれなんで、こんな感じでちょっと、出してるんですけど、やっぱりね、若い人の危機感がなさすぎるというかね、やっぱりね、ちょっとね、自分は、まあ、かかったらかかったでしょうがないじゃん、じゃなくってさ、周りの人のこともね、考えた方がいいと思うんだよ。ねえ。自分はさ、重症化しなくっても、年寄りとかね、そう、高齢者が重症化する可能性だってあるわけじゃん。でも今回ね、一人、亡くなった、ね、人がいるんですけど、まあ、今回ね、こんな感じで亡くなった。まあ、そういう重症化しやすいわけなんで、なんぼね、若い人が、いや、まあ、感染したらしたでしょうがないんじゃないですかね、とかさ、いや、多分感染しないと思いますよってさ、実感はなくってもさ、その実感がないだけであって、自分がウイルスを、もし仮に持っとったとして、で、それを高齢者に移したら、まあ、結果、ね、こうなるわけよ。大概。っていうのをね、ちょっとね、なんで理解できないのかな。まあ、理解できないってわけじゃないけど、ちょっとそんな軽々しくそんなことを言えるのかなっていうふうに思いますね。はい。それ自分のことばっかりじゃなくって、他の人のことも考えた方がいいと思いますよ。自分らは、ね、感染しないから大丈夫だみたいなね、感じでおられてもね、そういう今回みたいなことになれば困る。ね。例えば自分の遺族にもさ、移すかもしれんじゃん。ね。自分の親とかさ、20代の若者の、まあなんか親とか、まあ20代後半の親とかって、大概もう多分5、60、まあ70いっとる人もいると思うんだよ。うん。そういう人に移したら、まあ結果こうなる、重症化するリスクが高いわけよ。若い人よりも。だからね、そういうことを考えたら、まあ普通は外出はしないよね。うん。ちょっとね、なんか最近の日本はね、なんかだんだん正論がもうそうじゃないのか、もうわからなくなって、もう伝わらなくなってきてるから、すごく心配なんですよね。まあなんとかね、このまま収束するためにはね、もう僕の意見としては、もう自粛とかじゃなくっても強制的に外出制限をした方がいいと思います。結論ね。はい。まあ、そんな感じでね、今回ちょっと、改めてね、コロナウイルスの、まあ、ことについての意見をね、言わさせていただきました。はい。というわけでですね、今回の動画は以上です。